1917年の日本公開映画では、1917年1月1日から、同年12月31日までに、日本で商業公開された映画の一覧を記載。作品名の右の丸括弧内は制作国を示す。記載の判例については、年度別日本公開映画判例を、参照1917年は日本で映画検閲が本格的に開始された年である。 当初は映画を対象とした統一された事前検閲制度は整備されておらず、舞台における検閲規則である劇場取り締り規則に基づく臨検席が設けられていたほか、各地の警察署がバラバラに上映取り締まりを行っていた。各府県の活動写真工業取り締り規則が制定され、東京においては1917年7月より警視庁が統一して、 フィルムの事前検閲を行うことになった。フィルムの事前検閲の他に、公開の認可性、公衆、オツ種のレーティング、男女別席、活動弁士の免許、観察性などが盛り込まれた。これらの取締りには、映画産業の発展に対する権力側の様々な新しい対応が盛り込まれているものの、不権単位の取締りという地域主義的なあり方を引きずっていた。この体制は、 映画が全国的に普及した後の1935年に内務省警保局に映画検閲権が移るまで続いた。撮影技術にも変化が起き始めていた。帰り山のりまさは1917年に映画リジョン書、活動写真劇の創作と撮影法を表した。悲惨はこの年のうちに天活の社員となり、天根活の普段の作風とは異なる。 輸出に向く映画の制作を開始した。その初参として、翌18年に公開されたのが、生の輝きと宮間の乙女であり、この2作の制作過程では、外国映画では普通に行われていたシナリオ制作、本読み、女性役に、親まではなく、女優を起用する、クローズショットやロングショットなどの手法を起用した初めての日本映画であった。また、 1917年は日本で商業アニメーションが始まった年でもある。いわゆる活動写真などの後のアニメーション産業とのつながりが明らかでない玩具映画、巡回工業向けアニメーションフィルムを除くと、下川大店、北山聖太郎、高内淳一らが制作し1917年に公開された一連のアニメーション作品が日本のアニメーション映画の起点と位置づけられている。 この3人はそれぞれほぼ同じ時期に互いに独力でアニメーションを制作したため、3人ともが日本におけるアニメーションの創始者とされる。ありがとうございます。